旬をお届け、採れたて綾部。親子で楽しみながら食育を学ぶ親子クッキングが開催されました。綾部市保健福祉センターで毎年開催されている親子クッキング、4回のシリーズの最後はお正月料理に挑戦です。雑煮、ぶりの照り焼き、煮しめ、栗きんとんの4品。どれもおなじみのお正月料理ですが、親子クッキングでは子どもが中心となって料理をします。最初の料理は煮しめ。子どもたちの包丁使いに大人の方がドキドキです。材料の具を全部切り終わったら煮詰めていきます。具が柔らかくなったら出来上がり、上手に盛り付けましょう。次はブリの照り焼き。恐る恐るフライパンに並べていきます。次は栗きんとん。この親子クッキングには食生活改善推進の皆さんがお手伝いをしています。最後はお雑煮です。地域や家庭でそれぞれ違う雑煮は、綾部では白味噌煮、丸餅が多いんです。みんなで作ると苦手な食べ物でもへっちゃらです。配膳もみんなでやります。さあ出来上がりましたよ。美味しそうですね。大きなお餅、おいしい。昆布かな。昆布の九州出身なんで、白味噌のお雑煮って初めてで、なんか貴重な体験をさせてもらったなと思ってます。家ではなかなか作らないものを作れたので、私も勉強になりました。根菜を切るのが、私の班は1年生と保育園児だったんですけど、なかなか難しかったですね、はい。あとはね、みんな上手でした。お手伝いは一通りやってるみたいで、上手にやってくれました。自分たちが食べるまでにどんなこう経過をたどってきてるのかなみたいなことも学んでいただいたり、感謝の気持ちとかそういったことをこう食を通して心を育んでいくような教室でしたいなと思ってやっています。そして後片付けも自分たちでやりました。お正月もお手伝いしてくださいね。